高槻市交通部。高槻市交通部は、大阪府高槻市の行政組織の一つで、自動車運送事業を運営する部署、公営企業である。一般に、高槻市営バスと呼ばれる、全国で43の自治体が、市営バスを運行させているが、大阪府下では2019年現在、高槻市しか市営バスを運行していない。1954年に、 民営の日の出バスを市が買収し、市営バスとなった。高齢者への無料パス等の配布等により、昼間人口の大半を占める人々らの足として、市の活性化と社会福祉の一環として、見かけ以上重要な部門となっている。営業区域が JR 東海道本線、JR 京都線を境に南北地域に分かれており、原則南地域は芝生営業所。 北地域は、緑が丘営業所の管轄となっており、JR 線を境に、それぞれの営業所ごとに事実上独立し、運行形態となっている。このため、管轄営業所が重複している路線や区間、停留所がほとんどを見られない。現在、重複している区間、停留所は、北地域の柴谷東から、寺、谷町間と日吉台口停留所のみで、 2019年3月までは JR 富田駅でも重複があった。なお、平日の一部時間帯に限り、緑ヶ丘営業所管轄となる原大橋、上野口、寺、谷町線の系統にも芝生営業所所属の車両が走る。これは、緑ヶ丘営業所の車庫が拡張不可能で、バスの増車ができず、増車を芝生営業所内の車庫で行い対応したためである。 主要ターミナルは、JR 高槻駅南、JR 高槻駅北、JR 摂津都大駅、阪急高市駅、阪急都大駅、小寺池図書館横の5つである。運賃は均一運賃制だが、三間路線については大気路運賃制、整理券車となる。ほぼすべての系統が、市内中心部の鉄道駅発着となることから、系統番号ではなく、 行き先番号を採用している。したがって、JR 高槻駅、南行きのバスは、すべて1番、または、柱本団地方面行き、袋に、三島港経由便は 1AJR 高槻駅、北行きは11番、宮田公民館経由は 11A、軍家経由は11バイトと表示される。かつては、市域外にも、路線を伸ばし、大阪府島本町、 京都府大山崎町を経て、長岡京市、柳田に京都府亀岡市、国鉄亀岡駅前までの路線があったが、前者は1970年代、後者も1983年に廃止されている。現在市域外を走る路線は、高槻市北部の電脳、杉部、二条、中畑と JR 高槻駅北を結ぶ、三間路線の一部、空国橋からで廃付近で、 道路の関係から1トルほど、京都市西京区を走る。空国京停留所は、京都市西京区にある、市営バス唯一の市外停留所であると、萩谷総合公園、萩谷行きの路線の一部、道路の関係から変電所前停留所近で、茨城市をまたぐが、市域外での停留所設置はないに存在するが、ごくわずかである。近年、全国の公営バスで、運営の合理化や、 経費節減のため、路線の民間移譲や営業所ごとの民間委託が行われているが、高槻市営バスでは1980年にバンダ線が京阪バスに民間移譲された以外には、路線、譲る民間委託のいずれも行われていない。なお、高槻市営バスでは1991年の下田部団地線の経路変更以降長らく緑が丘、 芝生両営業所担当路線の重複区間は存在しない期間が続き唯一 JR 富田駅停留所のみが両営業所との重複停留所となっていた2019年4月改正で運行開始富田団地富田団地東止めその折り返しも含め路線図上で左回りの系統には L 右回りの系統には R が行き先番号に付与される 阪急と大気の近辺道路が境愛のため原則、中型車両で運行。かつて阪急大山崎駅、柳屋、長岡教市館を毎月17日のみ運行する柳屋観音、参拝バスの運行があった。当該路線は高槻市交通部の営業路線としてではなく、月に一度の祭りがある柳屋観音自らが運行する参拝バスという位置づけで、方向幕は、 貸しり表示であった。1975年まで高槻市交通部が尺代柳谷線として路線を持っていた関係で長年高槻市工部が輸送を受け負っていたが路線が廃止された後もしばらくは柳谷には高槻市営バスのバス停標中が立っていた。その後阪急バスによる運行に変更され現在は京阪京都交通が受け負っている。 国道1 7十号線を南下、淀川手前のバンダ地区を結んだ。1980年に京阪バスに路線以上、現在の 5.5A 号経路。高槻市営バスでは、唯一の民間以上路線で、以降、市営バスで民間以上された路線は存在しない。本町、土橋町など旧高槻城市の城下町を行く、系統だった。後に、市役所前経由に、 経路変更。現在の1.4番系統と田南線。なお、1979年頃までは、芝市社内刑事の路線図には、田町市民会館本町情勢長官、休止中のただしがき入りで経路が記載されていた。昭和大戦の前進で、国鉄高月西口国鉄都大機関を短縮、西町、富田団地、富田団地東間を延長。 5.1818A 近逸運賃区間の最北点である原尾橋から市北部の下市電軸方面への路線で運行当時は原尾橋停留所で市内方面からの系統と接続していた。亀岡系統は最も遅くまで残った市外系統であった。1983年にすべて国鉄高槻北口から直通運転に変更し、 亀岡系統については、不堺にある杉浦集落まで短縮。亀岡、杉馬は廃止、11.61番。中畑系統は、中畑、中畑回転上館を延長、11.63番。二両系統は一時期二両三層二両間を休止したが復活、現在に至る、11.62番。清水沢は、 現在の他の停留所で現在化した型面系統の最終便として運行60番高槻市内から国道171号線を東進市街を越えて京都府長岡京市の外れの柳田に集落までの路線で末期は阪急大山崎尺台柳田二間の運行を1975年に定期運行廃止貸切運行については 上気参照平日最終便は入庫系統として52大倉市止めを運行していたが JR 高槻駅北まで延長運行され51番に統合する形で消滅。長らく市中部の群家、日中、大倉塚方面の循環系統として運行。後に南平大東線、平安女学院系統、塚脇、下の口線の充実に伴い廃止通常は 国道171号線の田経由の六中前、前島系統も昭和50年代頃までにはわずかながら北大塚線の天下町経由も存在した。前島系統は早期にすべての田経由に統一されたが、六中前系統は昭和末期まで夜間の一本のみながら運行されていた。芝生営業所管轄の路線で唯一西口発着の系統だった。 阪急高槻市駅付近高架化工事の推移に伴い、JR 高槻駅南初春すが町経由に変更。現16番、城西町経由は廃止。朝ラッシュ時に運行されていた、循環系統で、国鉄、阪急高槻駅には乗り入れなかった。上機下田部団地線の経路変更に伴い系統、廃止。市内から不動大阪高槻線を、 唐崎西口まで南海茨城市に隣接する玉川橋団地への系統。不動13高槻京都線の供用開始に伴い、下田部団地経由に変更。現 16A。大阪府立三島高等学校開校時に、通学用として朝ラッシュ時に、高槻駅行きのみ2本運行。通学客とサンスター等に通う通勤客などが利用したが、 その後大阪府立芥川高等学校が開校し、三島高校への学客の減少に伴い、緑川家経由 j r 高槻駅、北木11に統合。朝ら主事に高槻駅行きのみ運行。後に JR 高槻駅、北木11に統合。上野口線の混雑緩和により廃止。富田方面の系統はすべて西口から発着していた。 JR 高月駅北口再開発事業の完成に伴い、すべて JR 高月駅北11発着に変更。朝ラ主事に高月駅好み運行。後に北大塚市発に変更。1980年代後半に存在、夕方に1回運行されていた。三島号線が柱本団地延長時には姿を消していた。夜間の車庫前。 1> 雪一本のみ運行で駅には乗り入れなかった。後に、阪急高槻駅に乗り入れ、2004年8月1日のダイヤ改正により、系統を分割した、道右町発は JR 高槻駅南駅に、車小前行きは JR 高槻駅南発に変更。ただし、土曜、日曜、祝日ダイヤでは、2006年3月31日まで、 道長発阪急高槻駅経由車駒駅は残された。市北部の下市電軸にあった高槻花勝武園、開園時の休日に運行されていた系統だったが、同園閉鎖に伴い運行終了。1993年に開設された新女園の別院、遊園商社へのアクセス路線。詳細な運行実態は不明であるが、レトロ町、バス、 フれアい号などの方向幕に搭載されていた。現在、阿武山線は、81、一阿武こう前経由阿武山循環、八82、阿武やこ前経由日石、高段阿武山、九91、宮田公民館前、経由阿武山循環、九92、宮田公民館前、経由日石、高段阿武山、九94、宮田公民館前、経由大阪薬科大学のご系統が、 運行されているが、2006年4月1日には84系統が廃止されていることも合わせて、83.8493の3系統は、欠番となっている。なお、現在でも、新御園で大規模な行事などが開催される際には、JR 富田駅と新御園を結ぶ直行バスが運転されている。また、同施設の開設にあたり、新御苑は、高槻市交通部に、 バス車両の寄付も行っている。2006年4月1日のダイヤ改正で廃止された。晩年は8時20分と8時50分の JR 富田駅発の2便のみ運行されていた。2004年8月1日のダイヤ改正で廃止された。JR 富田駅23時3分発の最終1本のみ設定されていた。他の92系統は上野池大流所前止めであったが、 この最終一本だけは、上野池大留所前の一つ先、上野池公園前で運転されていた。なお、2009年4月1日に、九条の池大留所前は、新城の池公園に、九条の池公園は、新城の池公園南に、それぞれ停留所名が変更されている。その他多数あり、1982年から1993年に、 かけて工事が行われていた阪急京都線、高槻市駅付近連続立体交差、高架化事業では、阪急高槻駅へ乗り入れていた路線を中心に、大幅な経路変更が行われた。経路変更の変遷は、以下の通りである。関西圏ではよく見られた、後乗り前振りの2ステップを採用していた、かつて中乗り前振りを導入していたこともある。 1996年にワンステップバスを導入、イスズキュービックに試行して後は、すべてワンステップもしくはノンステップで導入している。イスズ自動車、日野自動車のシャーシに、西日本車体工業製のボディを使用した車両が、大半で、導入費としては7割が、イスズ、西匠、三菱不装の純正車体が3割程度。スケルトン車体化から、 西高廃業まで、イスズ純正の車体は存在せず、すべて西高車体が仮装された。その後、西高廃業直前にスペースランナー A、三菱不走やロスターなど、トラックス供給車導入し、長年購入し続けた西高製車体に終止符を打った。芝生営業所には前述したような大型車のほか、大型の CNG ノンステップ車が2台。 中型を10.5メートルに伸ばした日産ディーゼル、スペースランナー JP、その他境外路線用の小型車も在籍していた。緑ヶ丘営業所では、山岳路線を担当しているため、高出力車も在籍する。基本的に、ワンステップ車は標準弱、ノンステップ車は短弱で購入している。二千十八年より、世界初の試みとしてすでに、京阪バスが実施していた、 LED 式の方向膜に発射時刻表示を高槻試向チューブにおいても世界で2番目に実施するようになった。かつてはクリームの車体に青線の入った車両を用いワンマンカーにはさらに赤線が入っていた。現在は白の車体に下半分能力の裾回り、黄線で上部に黄緑体を U 字状にデザイン化したもの。 高齢者福祉バスに使用される貸切車、ことぶき号には、さらに、十の文字をデザイン化したポイントを入れている。かつて運行されていた、レトロバス、クレアイ号は、今一色を基本に上部を赤白ラインを入れていた。大半が営業所ごとの共通運用だが、下記路線については、車両が指定されている。整理券対応者については、 特に1の路線での運用に限定されているわけではなく、大型車両が運行可能な路線であれば均一運賃路線でも運行されている。よって、富田団地線や北大塚線、日吉台線などでも走っている姿が日常的に見られる。もちろん、均一運賃の路線では整理券は発行されない。ただし、外観上は他の車両と一緒のため見分けはつかない。 かつて運行されていた、レトロバス、フレアイ号も、整理券対応車であった。なお、前島線、阪急と田た発着系統については特に大型車が、走れないほどの境外路線ではないため、車両運用の都合上、大型車で運行される場合があった。中型車搭上まではこれらの路線でも大型車が、使用されていた。梶原線、昭和大線についてもワンマン構えは、 通常の大型車での運行であった。高月市は自動車 NOXPM 法の適用区域ゆえに初期に導入されたワンステップ車については一部が地方の事業者への譲渡が始まり、すでに広島県のクレッシ交通局事業撤退後は広電バスに引き継ぎのか、八戸市営バス、南部バス、釧路バス、北海道中央バス、富山地方鉄道、 熊本電気鉄道、南国交通、和歌山バス、長などに譲渡されている。南国交通では、同年春に開催されたイベント、花鹿児島2011の無料シャトルバスとして活躍。イベント終了後は、鹿児島市内線等で活躍中である。このほか、レトロバス、フレアン号が、福岡県の民間の温泉施設に譲渡され、送迎に使用されている。また、 京都京阪バスでも譲渡されている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。